1行目からやばい。またズルしてますわまたズルしてます。本タメ、はい、こんにちは。それでは本タメ始めていきましょう。たくみです。あかりんです。なんか違かったっけ。こんにちはだっけ。どうもが言ってなかったの。どうもがなくて、はい、こんにちははい、こんにちは。何が起きるんだね。笑いすぎてよかったです。ね、やっていきましょう。はい、ということでですね、今、はい、我々は八重洲ブックセンター本店にいます。はい、ありがとうございます。そして、はい、今日も公開収録でお送りしております。これね、この動画がアップされてる何個か前ぐらいに、うん、あの漢字一文字で漫画のタイトル当てろっていうのも公開収録で撮ったやつをアップしてますので、はい、皆さんはそちらもぜひご覧ください。はい、お願いします。はい、お願いします。そしてですね、ここ八重洲ブックセンター本店はですね、はい、2023年の3月にですね、営業が終了となります。はい、はい、ですがね、ここら辺ね、一帯がね、再開発が進んで新しいビルが建ったらね、営業を再開するんですけども、とりあえずですね、来年の3月に広島ということでですね、うん、ぜひ皆さんそれまでに足を運んでいただけたらと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、うん、今日の企画発表しちゃいます。はい、今回の企画何でしょう。最近読んだ本ジャンルです。ジャンルですって言ったんですよね。ジャンルです。はいちょっとなんか言うタイミング逃しちゃったなと思って拍手に書き消されてしまった。ありがとうございます皆さん。よく私たちの動画の中でもやってますけど、はい、3冊3冊で、うん、計6冊、はい、本日ご紹介したいと思います。はい、これはね、うん、普通にやるんですか、まあ、何かちょっと、ね、やりますか。なんかやりましょうか。はい、せっかく皆さん、うん、今日来ていただいたじゃないですか。はい、でこう八重洲ブックセンターさんじゃないですか、うん、皆さんハードカバーじゃないですか。うん、多分ねだって受付始まってる20分で予約いっぱいになったんですよ。マジそれはね、生まれて初めてのことだったから、びっくりしちゃった。僕が告知のツイッターした頃には、うん、チケットなかったらしい、うん、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、あのすいませんということは、まあでもね、はい、ハードカバーさんなわけですよ多分。もうそうですね、6時になるのこうやって待ってさ、みんなきっとポチってやってくれたわけですよ。我々が気づくよりも早くチケット購入してたわけだから、早く買ってくれた人たち、はい、ってことはこの8階にね、うん、来るまでに絶対本を買ってるんですよ。そうですね、分かってるんです私は。はい、うん、だから今日私たちが3冊3冊ご紹介する本と同じ本を、はい、今日買ってきたお客さんには、うん、ちょっとしたプレゼントさせていただきたいと思います。本ためでその言葉聞くのが怪しいんじゃないですか。かいわれ大根1本だ。そういうのあるかなんか違いますよ。あの私たちの本ため特製メモ帳の方に、はい、私たちのサインをつけてプレゼントさせていただきたいと思います。はい、もともと印刷されてますよね。そう、印刷されてるんですけど、うん、せっかくだから直筆で書きました、はい、また別のページに、はい、二重サインあ、でもあれですよ、あの任意なんで欲しくなかったらあの、あ、大丈夫です言ってくださいね。本当に文学賞と同じシステム、ね、同じシステムなんで、はい、ということで ね、ご紹介していきたいと思います。はい、本当ね。じゃあどっちからいきます。じゃあ僕からいきましょう。お、はい、お、気になる。何かな、一冊目。じゃあまずは、はい、これにしようかな。お、僕の最近読んだ本一冊目はこちらです。じゃじゃん、それ全部企画になる、長崎修正さんです。お、ね、いやこれは難しいと思ってた。これはね、出たばっかなんですよね。本当に出たばっかの方。はい、そうなんですよ、はいはい、あのこちらどなたかと言いますと、うん、聞けば絶対わかります、うん、どんな人なのか。フワちゃんいますね、芸人さんの、はい、フワちゃんってあれ YouTube で売れたの知ってますとか覚えてます。確かそうですよね。そうなんですよ、もうもはやねもう一大スタートになっちゃったんで、うんうんうん、そこのスタートの地点をね覚えてない人も多いと思うんですけど、うん、フワちゃんもともとね YouTuber 芸人とかで言われてたんですよ。で YouTuber 芸人の頃に僕フワちゃんのファンだったんですよ。早い。そう、フワちゃんのチャンネルって編集はねフワちゃんがやってると思うんですけど、はい、企画とかが放送作家のこの長崎修正さんがやってるんですね。そうなんですね。フワちゃんの YouTube チャンネルを一緒に始めた人なんですよ。へえ。でフワちゃんと友達なん。あら。だから動画の中でも、うん、その撮ってる人が修正さんなんで、うん、会話がもうかなりフランクなんですよ。あ、なるほど。でこの仕事をしてて、うん、その興味持った仕事が例えば放送作家とかネタ作家さんなんですよ僕、うんうんうん、どんな風に企画考えたらいいかって我々最近悩んでるじゃないですか。悩んでますね。もうこすってばっかりになってきましたね日々やってんそれを、ね、そうなのでなんかそういう放送作家さんたちがどんな風に企画考えてるかを知りたかったの。なるほど。そう、もう常にネタストックしてるんですよ。大量にあるらしい。そのパソコンとかのもうトップページ一番最初に開ける場所に一番強い企画3つは準備しておくらしいですよ。へで、もうじゃあ修正さんが教えてくれた一つの方法を言うんでみんなでやりましょう。やりましょう。
ぜひぜひ。しゅうせいさんはですね、寝る前にその日あった出来事とか面白かったことをですね、まずメモ帳にメモります。ほうほうほう。でそれを企画にするように考えるんですよ。これは僕も YouTube やつと思うんですけど、正直企画はゼロから生まれないんですよ。いつも企画考えるときに僕は子供の頃からの記憶をたどるんですよ。ほうほう。で何か出来事あったらそこから派生させて、最終的に関係なくなってゼロからに見える時があるんですけど、結局なんかねフックは記憶なんですよ。そういうなんかメンタリティとか技術を学べる本ということで、今回ですね、まあ、これを持ってきたという感じです。おー、今日からバカ売れするはず大好きな修正さんの本なんです。それ目標にしますからね我々。はい、そうですね、ランキング動かすぞ今夜ランキング動かすぞ楽しみですね。知らないんで3冊、はい、まず1冊目ご紹介したいと思います、はい、1冊目こちら、高橋宏樹さんの音楽が鳴りやんだらです。こちらどうだろう、買ったよって人いますか。ほらむずいだろほらやっぱむずいかむずいよ思ってるより。まあそうですよね、同じ本っていうのは。でもだったらもうマジで、あの帰る時に買ってってほしいってぐらいマジめっちゃいい本だったんですけど、これ高橋宏樹さんってね、あの芥川賞も取られた作家さんで、はい、うん、私この方の、サンデーピープルっていう小説がすっごい好きなんですよ、うん、それ読んだことある人とかいます？あんまりいないってことは、あのいやゼロじゃないですか騙そうとしてます。そっちも読んでってください公開収録参加してない人を騙そうとしてますこの本はですね、あの高橋宏樹さんってバンドもやられてる方なんですよ、うん、バンドやって作家さんもやってっていう人で、そんな方が書いたバンドの小説なんです、うん、ある一人の男が音楽と出会って、はい、バンドを結成して、うん、こうやっぱバンドマンってなったらやっぱメジャーデビューっていう目標があって、その先にあるのはもっとこう大きい会場でのライブってものがあるじゃないですか。でもその中ではメジャーデビューを果たすときに、あ、じゃあこのメンバーを別の人に変えてくださいって偉い人に言われちゃったりとか、そこでそうメジャーデビューかそのメンバーを取るかっていうところで悩んだりとか、自分の中で大事なものを捨てていかないといけない、そんな男の悩み葛藤だったり生き様を描いてる作品なんですけど、リアリティありそうだね。いやすっごいなんかリアリティもあるし、何かすごいものに出会っちゃったときに人間はこう変わっていくんだなっていうところの衝撃、すっごい読んでてもしんどいけど、でもうわその人生の素晴らしさ美しさってすごいなっていう風に思わされる作品です、うん、であとマジで高橋さんは文体がめちゃくちゃ美しいんで、うん、1行目からやばい1行目からやばい超美しいんです。1行目が1行目がそう1行目やばいわ1行目やばい、うん、この分厚さ結構あると思うんですけど、ガッて読めちゃう作品です、うん、ぜひぜひ皆さん読んでみてください、はい、はい、ありがとうございます。本ため見てほしいね。でもね、一緒の本買った人、うん、ね、そろそろね。じゃあ僕の2冊目はこちらです、はい、佐久間宣行さんのずるい仕事術。おさあこの本買ったよって方いますか。2階席の方にもね結構ねどんな大きいところでやってるんですか。え2階席ないのよ。ないの1階しかない。騙そうと思ったのにアリーナしかない、はい、アリーナしか。えこの中に放送作家とかなりたい人いないの。あの佐久間さんといえばですね、はい、まあ、一番有名な、テレビのプロデューサーさんかもしれないですね。いや本当に、はい、例えば、まあ、ゴッドタンとかね、はい、あちこちオードリーとかをね、はい、もう作った人なんですけども、最近は YouTube にもね進出してきて、うんうん、ノブロック TV っていうのがねやってて、はい、企画がやっぱねすごいんですよ。テレビを作ってきた人なんで、なんかね YouTube の企画って感じじゃないの。あそうなんだ。100回ボケで100回突っ込むタイムアタック知ってる。怖っ。怖いでしょ。怖い怖いよね。聞いただけで怖いタイトル。芸人さんとかがまあそのコンビとか出てきて、一、うん、人がボケ一人がツッコミで、それで100回ボケで100回ツッコむまでの時間来そうんですよ本当に。怖い、まあ、そういうねものをねどういう発想だったら生み出せるかってやっぱ気になるじゃないですか、うん、やっぱそういうねちょっと視点になっちゃうんです、うん、この仕事やってると、はい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 、で佐久間さんで学ぶとこたくさんあるんですよ、うん、で意外とそのねうまくね社会をね歩いてきてるんですよ。あそうなんだ。尖ってはいるけども、うん、みんなにも尊敬されて、うん、すごくね親しまれてる。不思議じゃん、うん、尖ってそうだからさ、ね、嫌われてもおかしくないじゃん。怖いみたいになりそう。でもその秘訣が書いてあった。たくさんこれいいなと思ったのが、仕事では楽しそうにすることって書いてあった。なるほど、あ大事かも。不機嫌でいいことないよって、はいはいはい、やっぱ楽しそうに仕事する人には次からも仕事頼みやすくなるし、うん、それが雑務であろうと楽しそうとかにやってると、うん、あこれ仕事頼もうかなってなるって、うん、
なるほどね。そんな優しいこと言うんだって感じしない？確かに。芸人さんに100回ボケさせてるのにさ、ね、そうで、すごく勉強になったのがなんかそのゴッドタンって番組、はい、もうすごく前からやってるね、はい、番組ですけども、はいはいね、ゴッドタンって別に視聴率が非常に高い番組じゃないんですよ。そっか。だけどあれすごく成功している理由が、うん、DVD がめちゃくちゃ売れてるんですよ。そうなんだ。そうでもなんかあそういう番組だからねとしか思わないけど、うん、でもここに書いたの見たらもともと DVD を売ることが前提で作られた番組らしいですよ。あだからリアタイで見ずに DVD がもう売れるからっていうそこでマネタイズしようって考えてたし、すごい。我々もなんか新しい方法考えましょう。考えましょう。オンラインイベントバチバチやっていくとか。これだって今日成功でしたこのイベントは。だから確かにリアルイベント本当にね、こんなにたくさん、ね、ありがとうございます。ねありがとうございます。何ボケても拍手してくれる環境の動画の方がもしかしたら面白いかもしれないんだから。確かに、うん、今なら僕も100回ボケれるかもしれないから。やります？いやないです、いらないですけど。怖いふりしてんじゃない。ということでまあそういうね、まあ、一番有名なねテレビを作る人の頭の中が見れるという。すごい。あかりんゴッドタン出たことあるんですよ。え？え？うん、え怖っ何？急に嘘つくじゃん。え嘘じゃないの。え見たことある人絶対います？こんな。あいるわ。いる。あすごい2人ありがとう。いるわ。あの私なんかゴッドタンのバカ野郎徒競走っていう企画があって、うん、絶対出てなさそうじゃん。嘘でしょ。それに私出てたんですよそのコントで。えだから佐久間さんが、うん、あの別にそのちゃんと直接お話ししたとかはないんですけど。え会ったことあるのじゃあ佐久間さんに。あそのスタジオにいらっしゃってなんかいろいろこう演出されてるの見たことあります。わーすごい。あ本物だって思って。またズルしてますわ。またズルしてます。僕の憧れの人先に抱いてあってるからね。本当にね。ズルじゃないよ。ずるいな。まさかゴッドタンでもマウント取られて思わなかった。そうなんです。びっくりした。毎週録画してんのに過去のやつちょっと見なきゃいけないわ。見たらいるかも。びっくりしました。2冊目、はい、ご紹介したいと思います。全部小説で持ってきました。2冊目こちら、はい、佐原ひかりさんのペーパーリリーという小説です。はい、これ買ったよって人いますか？うわやっぱり難しいね。このイベント始まる前さ、うん、静かすぎてさ何だろうと思ったらさみんなページめくる音がしてたからさ。本は絶対たくさん買ってるはずね。うん、この佐原ひかりさんはコンタメ文学賞のあかりん部門の第1回目の、うん、候補作にブラザーズブラジャーっていう、うん、作品をね入れさせていただいてたんですよ。はい、でその方が出したまた別の本なんですけど、うん、主人公はあんちゃんって17歳の女の子です。で彼女は結婚詐欺師のおじさんに育ててもらってるんですよ。そしたらある日自分家にそのおじさんに騙された女の人がやってくるんです。でほ う, ほ う, ほ う, うわーこんな女の人騙してたんだうちのおじさんって思って、うん、じゃあちょっとうちんちにあるお金全部持って逃げませんって言ってほうほうほう2人で逃げるんですよ。そのおじさんが今までもういろんな女から巻き上げたお金を。そうだね、悪いお金だね。だからもう、うわごめんって思いながら逃げるっていうロードノベルなんですよ。はいはい。で言うなればちょっとこういびつな関係性じゃないですか。うん、結婚詐欺師の姪っ子と、うん、その結婚詐欺師に騙されたお姉さんっていう、うん、2人がだから年齢も全然違うし、はい、そんな初めましての2人が旅をしていく中で、うん、なんか個性的な人たちに会うんですね。うん、なんかすごいファンキーなおばあちゃんとかめちゃくちゃお金持ちの男の子とかと出会いながら、うん、そのまあある目的に向かって旅をしていくんですけど、なんかこの佐原さんってすごい人との関係性を描くのが上手な作家さんだなっていうふうに私は思っていて、騙してた側の人間というか、はい、そのね姪っ子さんと騙されてたお姉さんが旅をしていく中でどんどん2人の距離が縮まっていく、その様がすごくこう丁寧に描かれていて、しかも佐原さんの作品ってすごいなんかポップなんですね。だから読んでてシンプルに楽しい。うん、そして最後あーって言えないよね。なんかね違う、あのねどんでん返しじゃないんだけど、うん、なんだろう、なんかねすごい爽快感のある落としどころを作ってくれてるって感じ。うん、あ気持ちいい。気持ちいい。やっぱこういうなんていうんですかね、こうシスターフットじゃないですけど、うん、女性同士の関係性を描いてる作品って今すごく多いと思うんですけど、うん、その中でもすごく爽やかにかつ繊細に描いてる作品だと思うので気になった方、はい、ぜひぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本ため。じゃあ行きましょう。はい、3冊目、ミステリー持ってきました。あ、はい、なんだろう、こちらです。辻村瑞希さんの嘘つきジェンガ。ありそう。これ買ってる人いいんだ。これもね
最近出てます、はい、つい最近ですもんね、はい、こちらいますか買った人。うわーやったあ、すごいお二人いらっしゃる、ありがとう、嬉しい、あ、待って待って待って、もう一人いる、もう一人いる、おー、すごい、ありがとうございます、嬉しい、いいセレクト、2名ですね、うわすごい、ラストにしてよかったね、確かに、いやよかった、こちらですね、本当に今最近出たミステリーなんですけど、うんうん、辻村瑞さんの作品ということで、うん、まあ手に取ってみました、だってタイトル見て、うん、好きそうじゃん、好きそう、そう、嘘つきジェンガって言って、まあ、別にそれが明確に語られてるしないんですけど、はいはいはい、まあ、嘘を積み重ねていってどこかでも大きく崩れるっていうね、うわ、タイプのお話が3つ入った短編集です、あらあら、はい、まあ、どれも100ページ前後ですごく読みやすくて、うん、でどれもですね、その現代の闇から派生する詐欺のお話なんですよ、こちらも、うん、そうなんだ、はい、ロマンス詐欺って言って、まあ、その恋愛をね、うまく使った詐欺なんですけど、はいはいはい、例えば最初の作品だけ時間の都合上言いますけどこちらはですね2020年の春のお話で、大学生になるときに東京に山形から来た大学生で、もう授業もなくて、そうで実家もどんどんその定食屋さんがもうなんかダメになっちゃって、仕送りも半分になってて、どうしようって言われたときに友達に勧められたのが、メールだけで稼げる方法あるよって。怪しい、絶対ダメだ、絶対ダメだわ、絶対ダメだわでもこれはね、うまくできてて犯罪にならないんだよって言って、まあでもちょっとな、人と話す機会とかあるからとかって感じでメールしちゃって、女の人騙すんですけど、その女の人とやり取りを続けていくうちに、女の人が殺される、助けてってくるっていう、急に落とすじゃん、ごめんね、急にね巻いてるからすごいスピードで怖い話しちゃったけどすごい怖い話だった、びっくりしちゃった、そうっていうタイプのですね、まあ、そのオンラインサロンの話とかもあったりとか、かなり現代的な話が絡んだ詐欺の、ね、話が3つ入ってる、まあ、嘘って怖いなって思う3作品です、ありがとうございます、すごい、めっちゃ早まってこれがね、たくみさんの話術なんですよ、皆さん、ね、すごいね、別の企画やってたね今ね、1分プレゼンみたいなね、じゃあね、あかりも最後の一冊はね、これね、いると思うの、いると思って持ってきたそれ本当に大丈夫それまあでもちょっとね、まだこう、たくみさんとか読んだことない作品だとは思うんですけど、あ、本当に、はい、すごい有名な作品だとは思うんですよ、だって私ね、帯で買ったから、こちら、ひまわりの咲かない夏なんでやねん、道尾俊介さんの作品ですはい、買った人、買った人、あ、いた、いらっしゃった、すげえ、よかったやっぱあれですか、あの、せっかく八重洲ブックセンター来たから、これ買おうってなりました、カバーついてますけど、カバーです、すごい、ありがとうございます、いや美しいな、美しい、美しいラストの決め方してる、そうなんです、まあ、たくみさんご存知じゃないと思うんですけど、これなんか8億円売れてるらしくてえ、すごくないですか、まず円で書かれることあるんだ、そう、あかりもちょっとすごいびっくりした単位がすごいね、8億円売れてるどんでん返しって書いてあって、あ、じゃあ3億円ぐらい僕のお会計でしょ貢献してるよねいいですか、あらすじ喋んなくて感想とかをじゃあね、確かにね、もうあらすじしかない、ハウカワさん全員知ってると思うからもう言わないんですけど、あの、たくみさんから私結構もうネタバレ聞いてるんですよ、いろいろ、もうあらすじところじゃなくて、うん、読んでくと、あ、なるほどねって、うん、そういうことねっていうのと、結構私はこのラストがすごく好きで、うん、なんだろうな、その、どうとでも捉えられる感じがちょっとするじゃないですか、する、そう、私にとっての正解は1個自分の中でもできたんですけど、これを読んだことによって、はい、で、なんかやっぱその読んだ時に今後、あ、あの本のラストってもしかしたらこうじゃなかったのかもしれないとか、うん、こう折によっていろいろ考え直す作品なのかなっていうふうに思ったんですよね、うん、だからたくみさんがこれだけ本ためで毎回毎回のように出すんだなっていうのを自分の中でようやく腑に落ちた作品でした、よかった、ありがとうございます、間違いない作品っていうのは、まあ、間違いないですね、やっぱりこれでもう我々2人読んだらいける、10億いけるって、うん、すごいすごい本ため、いやー、よかったです、お互い ね、かぶりもあって、本当、いやー、この企画すごい面白いですわ、リアルイベントでこれやってたって、皆さんドキドキしましたよね、きっとね、買った本出てくるんじゃなかった、ね、我々もね、同じぐらいドキドキしたからね、そうそうそうというわけでですね、動画をご覧の皆さんもですね、はい、ぜひ楽しいと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします、しますそして、公式アカウント、ツイッターもね、そちらもフォローよろしくお願いします、しますそれでは次回またお会いしましょう、さよなら、バイバイ。なんかせっかくなんで質問がある方とか、ああ、いいですよ、答えますよ、そんななんか、はい、あの公序良俗に反することないけど、あげづらいね、めっちゃあげづらいけど、はい、じゃあ
おお、さんの本買いました。あ、すごい、たくみさんの本買いました。ありがとうございます。あ、すごい、たくみさんが表紙にいるやつだ、顔。そう、でもね、それは確かに最近読んだ本には絶対入ってこないのよ。確かに ね、そのつもりで買ってないからね。いや、そう、確かに、ね、この企画があるっていうのは知らないから。そうそうそう、絶対ね、例えば過去に紹介したやつとか、それこそあの本当に文学賞の最新のやつを買ってくれてる人も多いと思うんだね。あ、確かにね。そういうの買った人います？文学賞めちゃくちゃいるもん。めっちゃいるじゃん。あ、あかりんの帯ね、ありがとう。嬉しい。ということで、すみません、はい、質問を募集したらたくみさんの本を買ったようでした。はい、これこういうのが出なかったら僕からいつも宣伝するやつですからね。自分で、自分の本言うやつね。そっか、怒られるやつ。やってくれたんですね。代わりにやってくれました。ありがとうございます。確かに。あ、なんか質問したい人いますよ。ちょっとお待ちください。最近あったかい気持ちになれる小説を探しているのですが、いい本ありますか？わ、ガチなやつだ。うわー、いい質問、ぽいやつ来た。え、企画出してくれてるじゃん。うわー、どうしよう。一冊だけなんかないんですか、あったかくなれるやつ、ね。ちなみに僕の本では一冊もないです。確かにない、それはない。え、ちょっと待って、ちょっとさ、今さ、自分のさ、ツイッターをさ、見ていい？本気でね。テルマエロマエとかはどうなの、あったかくなれる？まあ、なんか、体はあったかくなるんじゃないですか。ね、うわ、最近なんかしんどくなる本しか読んでないな。そうですよ、いつもね。そう、いつも。あ、なんか、あったかくなるっていうか、こう、バイブスぶち上がるのだと。久々に聞いたな。ね、レペゼン母っていう、宇野葵さんっていう作家さんの、本なんですけど、あの小説現代長編新人賞受賞された作品で、あのお母さんが息子とラップバトルするって話なんですけど、すごい、あのなんかあったかいというかぶち上がると思うんで、よかったら読んでみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こういう時に、ね、自分の本の宣伝できるのはいいですね。そうですね。あ、じゃあ、あかりも、あの、あかりの旦那さんが小説家さんなんで、よかったら本買ってください。毎回これ最後にあんの？なんか言った方がいいかなって思って。本の宣伝で以上ということで、はい、ありがとうございました。